ダシダイラダム。洪水破棄ゲートの両側に廃車ゲートがある、うなずきダムの廃車ゲート出口連携廃車とは、廃車ゲートを設けたダムからの廃車が、同一河川の上流下流で隣り合うダムで連携して行われること。黒部川のダシダイラダム、うなずきダムでは、世界的にも珍しい、この方式でダムに堆積した土砂を廃車している。同様の廃車は、 中国の黄河に建設されたダムでも行われている。また連携ではない単独での排砂放流は日本をはじめ世界各地のダムで行われている。ダムは貯水池の容量を必要とする地水や各種用水の補給にはダム湖への土砂解析による貯水池容量の減少を防ぐ必要があり、黒部川では特に険しい地形から土砂流出量が極めて多く。 その対策として廃車が考えられた。また同時に、砂浜の材料である土砂を海に供給することにより、大量の流出土砂で維持されてきた海岸線の後退を防ぐ目的もある。2017年3月、連携廃車実施機関である、国土交通省北陸地方整備局下線部と関西、電力株式会社電力流通事業本部、北陸電力部は、 16年間行ってきた廃砂の知見を取りまとめた黒部川出し平ダム、うなずきダム連携廃砂のガイドラインを策定。以後、毎年続けてきた連携廃砂はガイドラインに沿って行われている。黒部川川口伊東で創業する刺し網漁業者らの一部は、排出された土砂は長期間の堆積により、有機物が腐敗しヘドロに変質しており、また廃砂される。 微粒子による影響で、黒部川やカルーの入禅を機にて、漁業被害が起こっていると主張して、裁判を起こした。2007年3月28日、公害等調整委員会の裁定委員会は、ワカメの養殖についての被害は認めたものの、ヒラメの漁業被害は因果関係の立証や証拠がないなどの理由で認めることができないとした。2011年4月4日、 名古屋高等裁判所金沢支部にて、原告側が賠償請求を取り下げる代わりに、関西電力側が廃車の方法について、漁業者の意見を聞くという条件で和解が成立した。黒部川土砂管理協議会は、富山県及び関係市長の市長等で構成され、円滑な廃刷及び適切な土砂管理等について、農業や漁業などの関係機関と協議、調整を行う。 2019年5月に46回目の開催となった。黒部川ダム廃砂評価委員会は、学識経験者などで構成され、廃砂による影響について客観的な立場から、環境調査データを評価する。2019年3月の開催で50回目の開催となった。1991年12月、出し平ダムの初回廃砂放流で、 ヘドロが流されて、漁業被害が起きたとされ、公害訴訟が起きているが、これは、うなずきダムが完成する前に、先に完成していた、ダシダイラダムが単独で行った第1回排出放流において、滑水期の冬に、ダシダイラダム貯水開始から6年以上経過して、ダム湖に蓄積して変質したものを、薄める水が少ない冬にまとめて流したのが問題では、ないかと考えられている。 初回の廃砂の結果を踏まえて、下流域への影響を少なくする方法が検討され、また1995年7月11日に発生した豪雨で非常に大量の土砂が流出したため3年間に3回増水時に廃砂放流を行った。これにより増水時に廃砂することで下流への影響がダムが存在しない自然の状態に近い方法であるという観測結果が得られた。 以上のことを踏まえ、現在では、ダム湖に土砂が流れ込むのは90%以上が増水時であることから、黒部川が増水するたびに連携廃査。以後は増水に合わせて連携通査を行い、ダム湖に土砂を蓄積せずに流すように運用されており、ダムがない自然の状態の土砂移動に近づけるように、自然との共存を目指して運用改善の努力がなされているが、 まだまだ改善すべき余地があると指摘する意見も多い。2020年からは、うなずきダムのゲートを先に開け、水位が半分になってから、ダし平ダムのゲートを開ける方法に変更。これにより、水の濁りのピークを減らし、うなずきダムに溜まる土砂の量を大幅に減らせると、期待される。通常の洪水による濁りは一時的なものだが、廃砂による濁りは長期化し、縁や落ち込みは埋まり、 黒部川の清流や景観が失われた。川口部に映像していた小アジサシも姿が見られなくなった。これはハイサによりヒナの生存と餌となる小魚がいなくなったためと考えられる。関西電力は国土交通省とともに環境や漁業への影響はほとんどないと主張している。ところが一方では富山県漁業共同組合連合会に 漁業振興資金と称して保証金を毎年7000万円支払っているほか、黒部川内水面漁協には98年から毎年1250万円の漁業保証を支払っている。2004年にも、アユなどの漁業被害として2600万円の保証金を支払っている。今後の漁業被害も定量的に把握して保証する旨を表明し、漁業被害を実質では認めている。 1991年12月の初回の廃砂実験により1年以上土砂を堆積すると変質が起こるためで洪水時に年1回以上廃砂や通り差を行うことが現在の主な改善点となっている。しかし自然の中で1年だけ溜まった土砂だけを流すのは不可能である。うなずきダムが安定川はになるまで出し平ダムからの土砂を溜め続けるため すでに流れ込み部分では土砂の変質が起きている。さらに2003年に小屋平ダムから70年近く溜まっていった土砂が流され、出し平ダムやうなずきダムなどに流れ込み、ヘドロ化する前に土砂流出という前提さえも崩れている。現在も敗砂によって流されるヘドロが黒部川から川口沿岸の海域に拡散し、堆積しており、中でも底こを捕獲する。 刺し網漁は毎年のように行われる廃砂により壊滅的な打撃を受けている。富山湾の主な海流は新潟方面に流れるために漁業被害も入前から朝日町一帯にかけて顕著に現れ、沿岸の海は魚介類ばかりか海藻も生えない海の砂漠化が始まり、その影響は新潟県まで広がっている。調査自体の問題従来の調査は 廃車前後の水質や土砂などの比較に偏っており、漁業被害の実態の把握と、その原因の解明につながるような調査はほとんど行われていない。評価委員会の評価方法の問題評価委員の人選や環境影響調査実施の権限は、廃車を実施する側の関西電力と国土交通省が持っており、漁業者らが直接発言する機会がない。 委員の中には一度も廃車の現場に立ち会ったことがない者も,も多く、委員会はコンサルタント会社から出されたデータを評価しているだけとも言われている。評価委員会の位置づけの限界評価委員会は、与えられたデータについてのみ評価する役割を求められ、廃車方法を抜本的に改善するための意見や提案を検討することは求められていない。ありがとうございます。